作者を探す6人の登場人物は、ルイジ・ピランデルロの代表的儀曲。1921年初演、三幕。とある劇団の稽古場で、演出家と数人の俳優たちが、ピランデルロの儀曲、役割の遊戯の稽古に取り掛かっている場面から始まる。そこにも服を着た、家族らしき6人の人物がやってくる。6人は、父親、母親、父違いの娘、息子、 少年、少女で自分たちの身に起こった悲劇を完成し上演してくれる作者を探しているのだ語る。彼らは母親の不義三つと離婚、新しい夫の死と生活に迫られての父違いの娘の売春、そして父親との再会といった出来事を少しずつ説明し、当初は拒絶していた演出家も次第に興味をそそられていく。ところが、 登場人物たちは自分たちの悲劇をあくまで実際に起こった通りに再現することを主張するために演出家や役者たちの意見と祖語が生じ、その過程で演出家たちが自明視している規制のリアリズム演劇にのっとった演出上の約束ごとが次々と疑問に付される。さらに彼らのもとに昇華の女主人が登場して登場人物たちの物語が現実を圧倒し始める。 そして、少女の歴史、少年のピストル自殺が現実に行われ、混乱のうちに劇は幕を閉じる。演劇そのものを主題とした一種のメタ演劇の構造を持つ作品であり、ピランデルロ自身はみんなそれぞれ、今夜は即興でと共に劇中劇と呼んでいた。既存の演劇形式を解体する内容から、不条理演劇の先駆けともみなされている。 ローマのバーレン劇場におけるダリオニッコデーミ演出の初演は不評であったが、同年にミラノで再演された際に一転して公表を終え、1923年のジョルジュピエトフ演出によるパリ公演で大成功を収めて以後世界中で翻訳上演されている。日本でも1924年に築地小劇場で支援された。ありがとうございます。